藤谷蓮次郎です、えー、現在放送中の大河ドラマ「どうする家康」から、えー、今日はですね、えー、溝端淳平さんのポジションについてちょっと考えるところがあったのでありますのでお話をしてみたいと思います。えー、タイトルとしては「えー、重心重心はあ家臣という意味じゃなくて重い重心重みをなす重心としての溝端淳平イコール 今川氏真、今川氏真イコール溝端淳平さんというタイトルでお届けしたいと思います。えー、私のまた例によって勝手な考えをお話しさせていただきたいと思います。えー、と、その前にですね、ぜひまだ私のチャンネルちょこちょこいろんなことやってますけれども、チャンネル登録のまだの方はこれを機会に登録していただければと思いますが、 えと今回に関しては2月12日、えー、昨日放送されました「あどうする家康」の中からあこの溝端淳平さんの位置っていうのはすごく面白いないいなと思ったので、えー、喋らずにい,れいられなくなったというところで、えー、ご理解いただければと思います、えー、私の勝手な考えです。 えー、というのはですね、溝端淳平さん演じる今川氏真、今まであまり大河ドラマ、そして徳川家康の、ー徳川家康が出てきたりするドラマの中であまりこう、中心的に扱われた記憶はない、えー、キャラクターらしいんですが、あの、詳しい方がいたら、いや、このドラマでは、この映画ではあったよとか、 教えていただけるとありがたいんですが私自身はいくつか見たものの中ではそんなに今川内真が別に強いキャラクターとして出てくるということはなかったように思うんですが今回の「どうする家康」を見ていると今川内真吉本の後継ぎとしての内真というのは大変重要な役のような気がするんです。というのはですね 現在に至るまで、2月12日の放送に至るまで、えー、一番損な役回りを引き受けていますよね。えー、他のキャラクターたちは、まあ、コミカルだったり、あるいはシリアスでそのまますっと亡くなっていったりはするんだけれども、まあ、なんと言っても、第1回の家康、元康ですね、この頃は。 松本潤さん演じる家康公の若い頃から、まあ、仇役として、特に瀬名姫をめぐる仇役として、えー、2月の頭の放送あたりでは非常にこう、えー、陰惨な場面もありましたけども、思うに心塞がるような場面ありましたが、それが今川氏真さんに当てがわれてて、えー、ほぼ唯一の嫌われ役というところを、あの溝端淳平さんが、 あの整った顔立ちで大きな目をむき出しにするようにしながらエキセントリックな性格を表しつつ演じていると、えー、全然今のところ儲けない役だなと思って見てたんですけども昨日が特に極まってきまして。 というのはですね今川氏真というのは、まあ、ドラマの中ですよ、まあ、実際の歴史に出てくる氏真公というのがどのくらいの人物かというのは全然、えー、申し訳ないですが私は不勉強で知りませんが今川義元さんというのは「ド道一の弓取り」と言われたあくらいの人物でもうご存知の方も多いと思いますが戦国大名というのを、えーまあ、戦術上強かった上杉謙信とか高須、えー 武田謙信とかあ、武田信玄です。ごめんなさい。えー、上杉謙信、武田信玄とか、あとはキャラクターとして強い独眼竜正宗、伊達正宗とか、いろんなキャラクターいますけども、その中でも最も優秀な大名って誰かといったら、やはりカイドウ一の弓取、今川義元という人が結構いらっしゃる。え、学者なんかでも。それから、あの、自分自身でその自分の治める国を、 守る、治める国を治める御法度、法度というのを作っていて自らの力量でこれを運営するというふうに明言したという考え方戦国大名らしい考え方でも有名な人物その今川義元という大変に優秀な親父の親父さんの跡取りとしてやはりその おそらく芝居上、今回のドラマでも、えー、親父さんにする、対するコンプレックス。それから、今後どん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 こう、えー、存在感を増していく、元康こと、徳川康に対する、嫉妬心みたいなものが、非常にエキセントリックな形で、えー、弱くて、えー、ビビってて、えー、ついつい強く出てしまう、うキャラクターとしての氏真というのが描かれてて、それを、 溝端淳平さんが感情的にキン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 なる声を出しながら、上がるような声を出しながら、えー、昨日あたりは顔を真っ赤にしてこう、喋り散らしているという場面も出てきましたけども、そういう役柄として描かれていると。で、ところがですね、この氏真公という人は、あ実はあの家康さんとほぼ同じだけの時代を生きてて、 えー、ほぼ同じ頃に亡くなってるんですね。えー、で、えー、つまり今の「どうする家康」で出てるように、えー、徳川家康は、えー、元康子後の家康子はだん,だん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 上がっていく存在、存在が上がっていく、これに対してこれだけだとドラマがやっぱり明るく軽い方に行きかねない、もちろん複雑な戦国時代のやり取りはあるんだけれども、一、うん 一方でこれを上がっていく家康に対する対抗馬として下がっていくキャラクターが必要なわけですね。で下がってて途中で死ぬんではなくてほぼ家康公と同じだけ生きていく人としての氏真氏真さんはこの後もう当然皆さんご存知の方も多いと思いますが。 えー、今川家を潰して、えー、徳川家康公の、えー、家臣となっていくといか従属する存在になってしまうでそのまま生きながらえていって、えー、大阪の陣あたりまで生きていくっていうところなんですねでその後その子孫の人たちは徳川家の重要な家臣皇家としてですね、えー、暮らしていくということになるわけですけどもつまり上がってい 家康に対して落ちぶれていく座ねという関係性が描かれてて今あ若いあの溝畑淳平さんの整った顔立ちで目を向きながら喋ってるあの感じっていうのはおそらくは途中で淘汰されて陰にこもっていくというかあのままギャン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 やれるわけがないからこれがこもっていきながら 光の家康に対する影の氏真という描き方をされるんじゃないかと私は見てるんですが、えー、そういう意味では実は、あ昨日あたりはちらっとね、えー、まあ、途中結構間抜けに見えたマヤミキさんまで、あの、意外としっかりしてるんだなという見せ場を作ってもらってるけれども、氏、えー、真公だけは全くそういう見せ場を作らない。 で最後、父上というような吉本公の思い出にすがるみたいなところがありましたけどもおそらくはこの家康の上がっていくのに対するどうするどうすると言いながら上がっていくんでしょうね。でこれも歴史学者が言うようにもともと天下を目指したっていうんではなくてだん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 もともとは三河一国を守るつもりがだん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 ,だん上がっていく。 これに対して踏み台となった最初の踏み台である氏真がずーっと氏真子が生きてるえ。こういう面から言うと、実は、あ溝端淳平さんが演じる、えー、今川氏真子というのは影の主役なのかもしれないなと私思うわけです。えー、実にこう、おまあ、 今のところは若く高い声でキャン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 言って、えー、感情的になりそれをマヤミケさん演じる、えー、前のウーバーさんにたしなめられるような場面もありましたがこのまま行くわけないんでここからあこれが氏真うだなというのを見せる、えー、そういう場面を描きながら、えー、苦渋の。 不自由と穏やかかかさに満ちた人生をどこからか行くんだろうなそれを溝端淳平という抜群の美少年が美少年から来た人がどう演じていくか、えー、私はそこに期待したいと思うんですが氏、えー、真、えー、今川氏真という人に、えー、脚光を浴び,た浴びせたという意味でも非常に、えー、興味深いですしそれを、えー、美少年として登場した 溝端淳平という人がどう演じるかこれからも楽しみにしていきたいと思います、えー、今日は「どうする家康」の重臣としての溝端淳平さんえイコール今川氏真公というところに注目してみました是非、えー、チャンネル登録の方していただければありがたいですそれでは失礼します